繋いで連れてくよ、海に眠る宝石よ、二人の。ほっ、マミさんとこの新商品のハンバーガー美味しいな。コンビニにしてはクオリティ高え。ランコ先輩、よかったら俺のと交換しません？なんで同じ味なのに？お肉も美味しいけど、トマトとチーズの相性もバッチリですね。双葉ちゃん、今日はもうそれで行こっか。たまにはみんなでこうしてお昼ご飯も悪くないな。あれ、そういえば麦田いなくないですか？ああ、麦田くんだったらそこから見えるでしょ。え、見える？どこですか？ああ、いたいた。あの車椅子の子供、誰ですか？1ヶ月ほど前から隣の病院で入院してる子供よ。たまにこの交番を覗きに来てるんだけど、そこで麦田くんと仲良くなったみたい。なんでも自分は体が小さくて弱いから大きい麦田に憧れてるらしいぞ。ああ、なるほど。身長高いのってちょっと羨ましいですね。元気くん、君の将来の夢は何なんだい？俺は麦田さんみたいな大きくてかっこいい警察官になるんだ。それで悪の組織をバシバシってやっつけてやる。そっかそっか、それじゃあ俺もっと出世しとかないとな。すみません、うちの麦田がなんだか仲良くさせてもらってるみたいで。いえいえ、こちらこそ。でもうちの元気、もうすぐ新しい薬が始まるんです。その薬を服用してる間は外出も禁止みたいなので、しばらく会えないかと。そうなんですか。あんまり病気とかについて詳しくないんでわからないですけど、元気くん良くなるといいですね。それじゃあね、麦田さん、次会う時は強くなってるからね。おう、楽しみにしてるぞ。はい、一、二、一、二。ほら、今日もしっかり足上げて。双葉ちゃんも行くよ。一、二、一、二。何あれ、ヘルメット体操？すみませんおまわりさん、少しご相談があるのですが。元気くんのお母さん、どうしたんですか？最近元気くんも見ないですけれど。あ、麦田さんこんにちは。実は元気のことで相談があって、ここ1週間ほど前から新薬の投与が始まったんですけれど、親の私でさえもまだ元気の姿を見せてもらえなくて。要するに会わせてもらえないってことですか？そうなんです。新しい薬を開発してる結構有名な研究所らしいんですけど。手錠、これはもしかすると事件の匂いがするかもしれんな。私たちで伺ってみた方が良さそうね。わかりました。研究所の所在地を教えていただいて構いませんか？でも手術とかじゃなくって薬で治すような病気なんだな。それが元気くん、原因もよくわからない難病だったみたいで、手術の施しようがなかったらしいですよ。なるほどな。でもその新しい薬だったら治せるってこと？あ、ここだ。新生薬品研究所。すみません、警察なんですけど、入って大丈夫ですか？なんか寝てるみたいなんで勝手に行きますね。これまた立派な施設ですね。さすが有名な研究所だな。すげえ、ちゃんと研究所用のロゴが入った車がある。よし、じゃあこの辺に止めとくか。あ、思い出した。なんかこのマーク見たことあるなと思ったら、俺もたまにコンビニで買うやつだ。リポビタミンデラックス、あれ結構効くんですよね。あれ、すっごく元気になりますよね。どことは言わないけど。言わなくてもお前見たらわかるわ。それじゃまずは受付っと。すみません、桜町警察なんですけれど。警察か、厄介だな。私から出向いた方が良さそうか。すみませんが、警察の方とはゆえ研究所の中はちょっと。まあまあ、そんなこと言わずに、企業機密はちゃんと守りますから。どうなさいましたか、警察の皆さん。ああ、実はですね、こちらに元気くんっていう男の子いませんか？実はそのお母さんに元気くんの姿を見てきてほしいと言われまして。元気くんですか？ちょっとわかりかねますね。似たような薬品会社は多いので、多分お間違いになられたのかと。そうなんですかね。もしよかったら研究所の中見せていただいても構いませんか？
この警察厄介そうだな。ええ、構いませんよ。私が案内いたしましょう。さすがセキュリティ万全ですね。これ勝手に入っちゃって大丈夫なんですか？ええ、どうぞどうぞお通りください。有名な研究所とは言っても意外とそんなに広くないんですよ。麦田、怪しいと思ったところは徹底して調べろよ。了解です、手錠先輩。ここでは日夜科学の最先端を利用した新しい薬の開発をしている場所です。すっげー手錠先輩、なんかこういうの見たらバイオハザードに出てきそうな研究所を思い出しますね。ははは、私たちが作っているのはあんなのとはほど遠い風邪薬とかですけどね。ほら言ったでしょ、意外と見た目よりも小さな研究所なんですよ。ここって何ですか？ああ、ここでは少し爆発する可能性のある薬品を扱ってるんですよ。だから研究員の方々以外は立ち入り禁止にさせていただいております。怪しいな手錠。ですね、この手のところはだいたい立ち入り禁止のところが怪しいんですよ。どうぞ会議室に案内させていただきます。そちらでゆっくりお話しいたしましょう。そういえばランコたち見てないな。まだ来てないのかって。あ、なんだよ来てたのかよ。あ、先輩遅いですよ。新しいリポビタミンデラックスの新商品の味見させていただいております。なんかこれ飲んでるだけで元気になりますね。まったくのんきなんだから。おい、なんだか様子が変だぞ、さっさと止めろ。わかってる、ちょっと待ってくれ。助けて。ちょっと何か警報鳴ってますけど大丈夫なんですか？まさか薬の投与が失敗したのか。薬の投与？やっぱり元気くんがいるんだな。絶対さっき見たここだろう。よし、みんな入るぞ。ただ助けてください。中で化け物が。先輩気をつけてください。よし、動くんじゃないぞ。これは痛い、体痛い。どうなってんだよ、これまさか元気くん？うわー、いって、すげー力だ。手錠先輩大丈夫ですか？このままじゃみんながやられちゃう。私が何とかしないと。待ってください、ランコ先輩、撃つのはやめてください。俺が何とかしますから。俺が一番強いんだ。元気くん、俺よりでかくなりやがって。でもな、体がでかいから強いとか力があるから強いとかそういうのじゃないんだよ、強さっていうのは。そんなんじゃ警察官になれないぞ元気くん。麦田くん。麦田お兄ちゃん、僕強くなれたかな？元気くん、よかった。大丈夫だ、元気くんはもっと強くなれるぞ。本当？じゃあ僕も警察官になれるね。元気くん、元気くん、しっかりしろ元気くん。麦田のやつ、今回の事件に関しては本当になんていうか、かける言葉が見つからないな。薬というのは本来人を治すためのものだが、だがしかしやはり開発段階ではまだまだどうなるかわからないからな。あの研究施設も決して悪い薬を作っているわけではなかったみたいよ。どのみちあのまま何もせずにいたら元気くんはもっと早くに亡くなっていたかもしれないらしいわよ。すみません、お待たせしました。それじゃ今日も仕事頑張りましょうか。麦田、お前大丈夫なのか？無理しなくていいんだぞ。大丈夫です、俺手錠先輩みたいに強い警察官になりますから。出ないと元気くんに笑われちゃいますよ。そうだな、もっと胸を張れるかっこいい警察官になろうぜ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。